また貼り付けにされるぞ。なんだ屈辱、もう二度とごめんだ。マジかよ。お前たちの悔しさも全部背負って戦ってやる。貼り付けにされる気分はどうだ。俺は最悪の過去を思い出すぜ。貴様が触れたるは死や抗いの始祖。そうかい。そりゃちょうどよかった。もう死に場所を探すのは疲れたんだ。我が体から出る魔性粒子をものともせんと吸い込めば魔導士を死に陥れる。あいにく肺が鉄でできてるんでな。それは結構。久しぶりに思う存分戦うことができようぞ。鉄粒子。あいにく我が体は魔性粒子そのものだ。故に死神、黄泉の国への案内人。貴様は耐えられても、あたりの人間はどうかな。全員ここから離れろ。今すぐにだ。ムクロに魂を食われる前に。こんな骨が。トリックスクリプト、シャイン。生属性の魔法だと。エミ、私は離れない。バカ、来るんじゃねえ。マスク。死に場所を探すのに疲れたなんて言わないで。いや、あれは売り言葉に買い言葉っつうか。本気じゃねえよ。怒んなよ。私死んでほしくないよ。ガジルに生きててほしいよ。我の前に立つということは死を約束されたということ。叶わぬよ。貴様らに生は与えぬ。死神の名において。お前本当に大丈夫なのか、この魔性粒子。ソリッドスクリプトマスクは完璧よ。第一の印は魔性粒子にて魔力を奪い、第二の印はムクロの畑にて黄泉への扉を開く。第三の印は死神が命の審判を下す。三まで行ったら戻れぬぞ、勝者の世界に。どれだけ凄んで見せてもお前は大した魔力じゃねえ。他のデュエルグの方が迫力あるぜ。我が操るは重力ぞ。こいつ人間じゃない。冥界より吹き出す旧気の磁力、呪法爆破戦。天下五剣鬼丸。この技は。まさか。こいつ、タルタロスの呪法を全部使えるのか。でも同じ技は二度と食らわない。ソリッドスクリプト、ホール。ナイスレミ。鉄竜の宝刀。氷河の変
飛行。重機を超える呪法を見よ。よみよみ、シートが歩く。まずい。第三の印解放。マスクだ。マスクが外れてんぞ。ごめん、本当は最初から効果なかったの。魔性粒子って皮膚からも吸収しちゃうんだよ。本当弱いな私。じゃあなんでここに来たんだよ。助けたかったから。ルビー、レビー、今すぐあの野郎ぶっ倒してやるからな。無駄なことを。カジ、我に攻撃は来たの。相棒の猫の存在、ドラゴンスレイヤーにつきものの乗り物酔い、そしてドラゴンフォースの覚醒、いつも遅れを取っていた。それが悔しくて情けなくて逃げ出したくもなったぜ。けどよ、そんなことはもうどうでもいい。惚れた女守れりゃそれで十分だ。ダメ、こやつ魔性粒子を食らって。魔性粒子はエーテルナノを破壊するものぞ。どうかなどできぬ。それはダメだよガジル。なんだこれは。黒い鉄、黒髪。戻れなくなっちゃう。まさか魔性粒子に含まれる微量の鉄分を頼りに毒を食った。我が攻撃を受けている。我を捕らえるために、それだけのために、同じ属性になったというのか。認めるだろう。こんな人間を。レビー、ただでは死なぬ道連れじゃ。ガジル、なんだこれは。体が吸い込まれる。黄泉への扉、もう帰れぬぞ。